イメラジオ第4440回今日は令和4年12月24日土曜日です時刻は午後0時正午ですね暖かな冬の日来ました朝は温度下がってたんですけど昼になってくるとあったかいですね午後は窓を開けて過ごすかもしれません 今日も緑道は走りに行きましょう。いいお天気です。さて、夢ラジオ4440回目。今回は、イーロン・マスクが Twitter 経営辞任を表明。こんなタイトルでお話ししましょう。イーロン・マスクさんが、まあ、個人だから呼び捨てでもいいか。イーロン・マスクさんが、マスクが Twitter 経営辞任を表明。 イーロン・マスクといえばツイッター社を6兆円以上のお金で買収した今年の大きなニュースでしたそれだけのお金が出せるしかもツイッターを買う買わないで一文着あってそして買ったと思ったらその経営者にマスクさんがなって今までの社員の半数を解雇 で残った人にも「奴れみたいに働け」っていうそういう通知もうそれが嫌で解雇されてないけど辞めたという人も多く Twitter 社は8,000人ぐらいいた社員がもう3,000人ぐらいになってるとかでまた新しく採用するんでしょうね。でこういうい そのツイッターという赤字を出すそういう企業は立て直さなきゃいけないということでマスクさんがやってきてで今の赤字体質に慣れてしまった社員はいらないとばかり解雇けれどさすがにアメリカでもこれをやりすぎてツイッターという会社が機能不全になる可能性が出てきます。これ以上 首を切るとそして破れかぶれみたいな感じで私がつまりマスクが辞任した方がいいかどうかのアンケートを取って Twitter でね辞任した方がいい辞任に賛成というアンケート57%それにあのアバイトバイって英語を使ってましたね従いますよとまあこんなちょっとおふざけな アンケートで辞任するっていうこととをやってるここ自体、この辺は全部織り込み済みでやめようかなと思っていたけど単に辞任会見だけではつまらないから Twitter でアンケートでもしてみようどうせ辞任賛成が上回るだろうからそれで辞任してみたらかっこいいんじゃないかまあイの7兆円か6兆円かで t w i t t その7兆円か6兆円かで Twitter 買ってその ツイッターというのはマスクのものなので彼が経営から身を引いても大株主であることは間違いなくだから自分の動かせる人つまり自分のいいままになる人を次の経営者に持ってくればいいだけのことつまりイーロン・マスクが経営から引いたからといって別にイーロン・マスクがツイッターの経営をやらなくなるわけではもちろんありません自分で 矢表に立って経営しなくなくるというだけで、当然 Twitter を所有しているのはイーロン・マスクなわけですからだって買ったですからまあ息のかかったそういう経営者をどっかから連れてきてで彼に経営やらせるけれど実質あの命令しているのはイーロン・マスクだからあんまり変わりないわけですね。 あの経営陣から彼が身を引いたとは言っても、私も Twitter はやっております。でリスナーの皆さんもそれぞれやってらっしゃる方多いことでしょう。情報が瞬時にこう駆け巡るし、でいろんなつぶやきが聞けて面白い。しかも例えば YouTube となるとまとまりを持ったものがどうしても必要ですが、Twitter ならその場で。 ふっと思いついたことをパッとあの記事にできそしてそれをみんなが見反応もある面白い SNS ではありますけれど、まあ、赤字なんですよねで赤字ででで続けていくことはできませんですから Twitter もこれからは多分無料でやれる人とお金払う人とでサービスに差をつけたりそういうことをしていくでしょう。 広告収入だけでは今のまま赤字から抜け出せないいずれにせよマスクさんが今回 Twitter から経営身を引いたとしてもそれは別にあまり大きな話題ではなくそれよりは経営から身を引いてあまり見えないところにマスクさんが行くことによりよりダイレクトにあの 会社の経営にこれからは食われるるそうも言えるよね今までは自分が矢表に立っていたから何かの決定したら全部自分に降りかかってきてあのそれにてんやわんやだったけどこれからは自分が指名する誰か経営者その人のせいにしてそのいろんな対応は彼に任せ決定することこれが一番大事なんだよね社長っていうのは。その社とといいううかか株主というか 決定することは自分がやるぞイーロン・マスクは多分今そう思ってることでしょう夢ラジオ今回はイーロン・マスクさんが経営から辞任する Twitter のについてお話ししましたありがとうございました